紙を定規に貼ったものを用意します。これを水平にしてドライヤーで風を当ててみましょう。紙を水平にしてドライヤーで下の面に風を当ててみます。このように紙は水平に、ほぼ水平に持ち上がりました。それでは次に上の面に風を当ててみましょう。紙は持ち上がっていません。で、定規を少し回転させてみます。ちょっと振ってみてください。ひとたびこのように紙が持ち上がると定規を水平にしても水平が保たれています。このように上の面に風を当てても紙は水平に持ち上がるということがわかります。風を止めるとこのように下がります。ドライヤーの代わりに口で吹いてみましょう。まず下の方を吹いてみます。次に上の方を吹いてみます。あまりうまく上がりません。では紙の端が先ほどはほぼ水平になっていましたけど少し傾けてみます。下流側の方が少し持ち上がるぐらいに少し上げて斜めにして、そして吹いてみます。もう一回吹いてみましょう。先ほどよりはうまく上がるようになりました。なぜでしょうか。